カジミール・マレービチ、カジミール・セベリーノ・ビチ・マレービチ・ウクライナ語、税、1879年2月23日から1935年5月15日は、ウクライナ・ロシアソ連の芸術家。特に画家として知られ、戦前に抽象絵画を手掛けた最初の人物である、ロシア帝国領ウクライナのキエフ近郊の村に生まれる。両親は、 ポーランド人であり、マレービチにはウクライナ語で話し、ポーランド語で書き、後に習得したロシア語で活動を行うという語学的分裂が生まれたとされる。1910年頃には、ピカソなどのキュビスムや未来派の強い影響を受けて派生した色彩を多様しプリミティブな要素を持つ立体イコール未来派と呼ばれる傾向の作品を制作していた。その後の1910年代半ばに、 作風は一転し、無対象を主義とする、シュプレマティスムに達した。彼が試みたのは、精神、空間の絶対的自由であり、ヨーロッパのモダニズムと未来派はここに、シュプレマティスムという到達点へ至った。彼は、前衛芸術運動、ロシアアバンギャルドの一翼を担い、純粋に抽象的な理念を追求し描くことに、邁進した。作品は、黒の正方形や、 白の上の白など意味を徹底的に排した抽象的作品を追求しており、戦前における抽象絵画の一つの到達点であるとも評価されている。また、その前衛的主張ゆえに、ロシア構成主義に大きな影響も与えた。1920年代には巨大建造物を想起させるシュプレマティスム・アーキテクトンシリーズという造形物を設計し構成。この頃、 鮮やかな人物画を描くなど、やや武将寄りの表現も行う。やがて、スターリン政権下のソ連で美術に対する考え方の保守化が徹底し、前衛芸術運動が否定され、芸術家は弾圧された。生産主義に走った多くの同志たちと他元を分かち、マレービチは一回の絵師として、写実的な武将絵画に戻り、その一生を終えている。 中小絵画において最も極限まで達していながら最終的にはありふれた具象絵画に戻ったというマレービチの生涯は政治に翻弄された美術家の姿の典型かもしれないという言い方がされることもあるが一般には白紙という究極の中小に達したマレービチには具象への回帰以外に芸術を続ける道がなかったのであるという評価がなされている。また 一見愚章に戻ったように見える彼の作品も、それは見かけであり、実際には、主題の欠如など、独特の表現を含んだ、非グ章画であったとも言うことができる。冬、ザ・ナイフグラインダー、黒の正方形、シュプレマティズム・マレービチ、1916年から1917年作次郎の、カンバスの上の、白の正方形、自画像庭の二人の女、ありがとうございます。